今日9月12日、まあ、日付は回ってまして、まあ、2時ぐらいですけども、ちょっとね、今日寂しい日でもあるんですよね。あのゲームがたくさん出た日でもあるっていうのは1の1の話、あのプラチナツアーで話してますけど、寂しい日でもあるんですよ。なんでかって言いますと、あの ZOZO が退任したっていうのと、あとあれなんですよね、1の1も1の2も作り置きをしないとクリアできないんですよね。それ俺が下手になったにしても、そういうステージやったとしても、なんか今までと違う寂しさがあるっていうの分かる。作り置きなんてしなくできるじゃないですか。時間止まってることも結構ね嫌なんです、僕はね、本当は。でも時間止まってる間にも3分しかねえでさ、これ結局5分のステージやってるみたいな感じで作り置きしていいかっていう話っていうか、っていうか作り置きしだから、その時間が進まなくても最初の1個目まではまあ作るじゃないですか。何言ってんの俺、ごめん、一応口回らんわ、一応ってないって。しかもこんなもたついててもさ、時間止まってるからいいんやけど、こうまあ時間って1個目入れてから回り始めるから、1個目回り始めるまでは別に卑怯じゃないっていうか、やってても。でもこれね、今もう俺卑怯な行動に出てるじゃないですか、こういう風に。もう1個目いけよっていうところなんですけど、これが作り置きってやつなんですよね。それがやんないとクリアできないっていう点数設定なんですもん。か俺が下手になったか、どっちにしても寂しいっていう話でした。けど俺これね、さっき結構作り置いたんですよ。ただ作り置きの中のルールとしても、一応皿が3個あってオーブンが3個あるなら3個は作り置いてもいいんじゃないっていう話があるじゃないですか。ないけど、話はないけど、そういう考え方もできるじゃないですか。でもね、俺は5個ぐらい作り置くじゃないとクリアできないんですよ。だって本当にどうしたらいいんやろこのステージ。これでいいか、ここまで作り置きさせて。ここまではさすがに卑怯やと思うけど、このくらいさしとかないと、このくらいはちょっとやりすぎか。でも本当にできなくて、こっからはまあ2個ずついきます。最初はね、これで皿持って、この中入って、こうやって待ってて、待てではちゃうわね。そして、こう行って、ここ行って、入って、こうして、こう行って、あとは2個ルーティンで。間違えたな、今。3個ルーティンのはいいんかな。でもまあ2個ルーティンでいいやろ。あ、降りてきちゃってるやん。何してんの、3個ルーティンになってる。皿をね、2個でいいかなと思ってたのに皿を降りてきちゃったよ。練習とちゃう、練習とちゃうぞ。なんで今皿持たずに入ってる、かわいらしい。全然練習とちゃう、まあいいや。あ、1個でいいやつ。あー練習とちゃう、なお皿1個で2個ルーティンに戻した。何言ってるかわからない、ごめんなさい。
いけんな。そっか。まあまあまあ800以上いくんか。これかなり汚い手を使わないといけないってことがお分かりになったと思いますけど、お分かりになったってか俺でも下手か、俺下手か。でもこれでやっとクリアやで、900点。こんなん寂しくない？